演武開演。どうも、本日はこちら高野由利式ダイエットゼリー最後の一品、マンゴー味を食べたいと思います。これが一番楽しみだったんですよね、実は。では早速作っていきたいと思います。まあ、こうしても封を切って、注ぐ。そして牛乳も入れて混ぜる。それだけですけどね。では混ぜますので、しばらくお待ちを。混ぜ終わりました。ではいただきます。おいしい。さすがはマンゴーですね。マンゴーの程よい甘さがジェル状の中から全然に感じられて、とってもおいしかったです。牛乳、やっぱりこっちの方が自分は好きですね。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。